こんにちは、大阪洋服店と申します。パンツの、縫製の方法はいろいろございまして、もちろんお客様の、お好みもございます。でもちょっとだけご覧に入れますね。これはパンツのポケットの部分ですね。これをハズポケットと言います。でこちらが後ろのポケットの部分ですね。片方に玉縁がついてますので、これを片玉と言います。はい、ベルトがつきまして、でこれ後ろの部分ですね。これを腰裏と言います。腰裏は面を使います。面は履いた時に滑りにくくするために、この面素材を使います。以上です。